はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、外羽だけじゃもう古い40代の方向けのこなれシルエットの作り方についてご紹介します。年齢を重ねてくるとね、このシルエット問題結構ね皆さん悩まれてる方も多いかと思います。でもね、こういったね筆子型のシルエット作りたくてもね作れないという方も多いんじゃないでしょうか。今回のやり方は誰でも作れる方法になります。なのでね、いつもねこうスタイリングうまく決まらないって方、ぜひ皆さんこのやり方やってみてください。それでは動画をどうぞ。まず節で全体的に溶かして髪の毛を分け取ります。まあこの時にね、だいたいざっくりとね 5センチ幅ぐらいで全然大丈夫ですので、分け取ってコテで外羽に巻きます。跳ねるぐらいで、後ろ側も同様に外に跳ねるように毛先を巻いていきます。で、後ろの髪の毛も同様に巻くんですけど、後ろで巻くのがちょっと難しいかと思うので、少し前に持ってきて跳ねさせていきます。これだけだったらね、ちょっと前に流行った外跳ねのスタイルになります。で、今回はこれに毛流れをつけていきます。で、まず顔周りの部分、まあ、大体幅的には3センチ幅ぐらいですねを取り分けて、縦に髪の毛を持ちます。で、コテをこの中間あたりぐらい落ちてきた時に、大体鼻から口のラインでパールができるぐらいのこの髪の毛ですねの部分にコテを外巻きに入れていきます。で、レバーを前にしてこういう風な感じで巻いていきます。で、一回転だけさせて、そのままぐっと滑らせていく。そうすると、こことここの間にこういう風なカールが生まれてきます。このカールをつけていきます。後ろの部分も取り分けて、あまり量が多すぎるとあまりカールがつかなくなってしまうので、少し細め、だいたい3センチ幅ぐらいを意識してやってあげるとベストです。で、1回転だけ巻いて、そのまますっと滑らしていく。これを順々にやっていきます。これが全部巻いた状態ですね。全部巻き終わってから、このカールを少しほぐしていきます。手ぐしでちょっと引っ張りながらカールをほどいていく。で、こう小分けに分けていくことによって、少し空間だったりとか立体感が結構生まれてきます。なので、巻き終わってから形を整えるようにしてください。こっち側は巻いた方で、こっちが巻いてない方なんですけど、結構ねシルエットとやっぱり毛流れ感が結構しっかり出てるかなと思います。毛先を外に巻いて、中間を1回転だけ外巻きに巻く。で、ほぐしてあげるとこんな形になります。こんな感じで全部やってみました。この毛流れとシルエットですね。で、毛先が外羽根だったりとか、ちょっとね、この丸みが全体的に出てれば完成です。はい、ということでこんな感じでやってみました。中間にこう外巻きを巻くっていうことで、この形になります。なんですけど、やっぱりそのね、この取る幅、髪の毛の巻く幅ですね。あまり太すぎると巻けないので、大体3センチ幅ぐらいを意識してやってみるとうまくいきますよ。なのでぜひやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。